こんにちは、サードロです。今回は、リオレイヤー、リオレイヤー種出現確率増加のイベントを3時間プレイしてきましたので、結果、リオレイヤー種を何頭狩ることができたのか、また、リセット時間を活用した効率の良い,いイベントの進め方と合わせて、リオレイヤー種イベントはどこまで素材を集めるべきなのかっていうのについてお話をさせていただこうかなと思います。<music> じゃあ、早速、まず、結果ですね、何頭を狩ることができたのかっていう話についてなんですが、まず、出現確率増加のイベント前の討伐数っていうのが、20頭ですね、低確率状態で討伐をすることができていました。で、今回3時間出現確率増加イベントをフルで遊んだんですが、その結果、まず、討伐数が39に増えましたので、19頭討伐ができていますね。で、そこからさらにペイントボールで、こちらはですね、今ちょっとモザイク入れていると思うんですが、まぁ、こんな感じで10頭ですね、リオレイヤーシーペイント することができましたのでトータルで見ると約30頭ですねまず討伐プラス捕獲ですることができましたで次にリオレイヤー者の発見数についてなんですが 今回、リオレイヤー種の激輪が欲しくて、星6以上を重点的に周回していましたので、星5のリオレイヤー種に関しては、発見しても、通り道からちょっと離れているリオレイヤー種とかはもうスルーして、今回イベントを進めました。なので、発見数で見ると、10頭以上はリオレイヤー種の星5を逃しているので、トータルで見ると3時間で40頭近くのリオレイヤー種を発見することができました。なので、今回の出現確率増加に関しては、3時間で40頭近く発見できているっていうのも、 考えるとめちゃくちゃゃく確率が上が上っていますしでこんな感じで、まあこれちょっと家からかなり離れている場所で縮をしたので、まあそのまま乗せるんですけど、1マップで5頭とかリオレイアー種が出現していましたので、出現確率に関してはもうかなり出現しました。もう本当に飛びかがちイベントの時の飛びかがちより湧いてたんじゃないかなってぐらい、1森林に1体以上はリオレイアー種がいましたので、めちゃくちゃ効率よくリオレイアー種は枯れましたね。なので、まあこの3時間をとりあえず1日だけでも遊ぶことができ できれば1防具ぐらいであればグレード6まで上げることができるんじゃないかなってぐらいの出現率でしたで続きましてリオレイヤアッシュの確率増加イベントのマップの切り替わりの法則についてご紹介をしていくんですが まず、イベントスタートの17時時点のマップの切り替わりがこちらになります。まあ、上の方の森林に注目していただきたくて、上の方にアンジャナフト、ドスギルオスが出現しています。で、これが、時間の17時になると切り替わりが入りまして、これ告知も来てますね。で、切り替わりが入りまして、えー、こんな感じで、リオレイヤーに切り替わっているっていう感じですね。で、これを見ていただいてわかる通り、まあ、ここ切り替えをちょっと交互にやるんですが、 今回イベント開始のマップ切り替えっていうのは森林にのみしか影響せずに他の砂漠エリアと沼地エリアに関してはモンスターが変わっていないのが分かっていただけると。 思います。なので、まず一つ目の切り替えポイントとしては、イベントが始まったタイミングの時間ですね。で、モンスターが再抽選されるようになっています。で、今回も過去にこちらの動画で紹介をさせていただいた星の数の法則ですね。とか、調整っていうのはそのまま引き継いでくれているので、星6以上のリオレイヤー集を狙い撃ちしたい場合は、前回ご紹介させていただいた法則もそのまま使えるようになっています。で、こちらの動画まだ見ていない方は、ぜひ見ていただけると星6以上のリオレイヤー集を狙い撃ちしやすくなりますので、 ぜひ見ていいただけると嬉しいです次にこちらが3時間ごとにいつも来ている、まあ、0時スタートで、まあ、3時間おきにですね切り替わりが来ている時間ですね、まあ、18時に撮影をしている画面になるんですが18時時点のマップの切り替わりっていうのはいつも通りですねこんな感じで18時になったタイミングでマップリセットが入りましてえこういう風に。 えー、モンスターの配置が変わっていますでこれに関してはいつも通りの3時間ごとのマップ切り替えになりますので他の沼地エリアなどにも変更が入っていますねなのでこの、まあ、0時から3時間おきのマップ切り替えのタイミングっていうのに関しては無理に森林から移動せずに もうギリギリで3時間の周期迎えるようであれば、森林に留まってあげて、リセットを迎えるっていう風にしてあげると、こんな感じでリオレイヤー種の、例えば左上に星6が出てたりとか、こんな感じで狙いのリオレイヤー種のレベル帯を探すこともできると思いますので、 マップの切り替えタイミングとしては、イベントのスタート時点といつも通りの3時間周期の切り替わりの2つが確認できました。それ以外の時間に関しては、1時間周期のマップでは1時間の切り替わりがあったんですが、それ以外は切り替わりがなかったので、いつも通りの切り替わりタイミングかなと思います。で、3時間周期のマップの切り替わりであったり、1時間周期で変わるスポットを探したいっていう方は、そちらも過去にこちらの動画で解説をさせていただいてます。これもコメント欄にリンク貼っておきますので、まだ見ていない方は、普段のの 効率もかなりり上がりますので、見ていいただけると嬉しでですで以上の切り替わりの条件を見た上で、明日以降のイベントを見ていくんですが、残りの14日と15日ですね、は1時スタートの4時終わりになっています。なので、これも切り替わりタイミングは2回ありまして、まず1回目がイベントがスタートする13時時点ですね、ここは森林のみマップ切り替えが入りまして、両霊足の出現確率っていうのが増加しています。で、さらに3時間周期の15時でもマップ切り替えが入るはずなので、 残りの2日間に関しても13時時点と15時時点でマップが切り替わってリセットが入るっていうのを意識していただいて、まあ、個人的にいいかなって思うのはとりあえず15時まではひたすら森林を探し回って最後のリセットが入った15時から16時にかけては15時までに発見した森林をたぐるように帰っていくっていう風にすると1つの森林で2回抽選を受けて効率2倍よく遊ぶことができますのでそういった風なルートを組んでいただけると効率よくリオレイヤーシーを狩ることはできるんじゃないかなと思います で、最後に、今回のリオレイヤー種イベントをどこをゴールにして遊ぶのか、まあ、どれぐらい素材をストックするのかっていうお話になっていくんですが、こちらですね、これが、えー、グレード6まで防具を育てるために必要な素材数をまとめた表になっているんですが、基本的には自分が作りたい防具かけるのをこの数ですね、っていうのを集めていただければ、今回のイベントのゴールになってくるんじゃないかなと思います。今回、出現率増加イベントが想像以上に増加してくれたので、正直 2V とか 3V とか 作るのも全然現実的だと思っていますなので例えばリオレイヤー種の激輪に関してはグレード6にするまでに必要な数っていうのが2つのみなので例えば 2V ですねリオレイヤー種の防具をグレード6に持っていきたい場合は4個必要になってきますし 3V 必要な場合は6個集めるっていうのが1つのゴールになってくると思いますそれ以外の素材に関しては良質な鱗がグレード6に上げるタイミングで3個必要になってくるっていうのと生産の時点でも2つ必要になってくるので作成する V× の5 をですね集めていただければレア4の良質な素材は足りるようになっていますなんで、まあ、2部作りたい方は10枚集めればいいですし、3 v 作りたい場合は15個ですね。この良質な6個があれば足りるっていう計算になります。そんな感じで、付ける何個っていうことで表記をしていますので、自分の育てたいグレードのレベルですね。まあ、大体の方がグレード6をゴールにすると思うんですが、それかけるのを作りたい部位っていうので、相談をして、アイテムボックスにこの必要な素材数ですね、集めておいていただけると、今回のゴールになるかなと思いますので、個人的には も腰がグレード6まで育てることができて見切りのレベル2が発動できているのであとは予備としてこちらの足ですねの SP スキル威力アップもかなり魅力的ですしシンプルに流属性武器が来た時のために銅を作っておきたいっていうのもあるので残り2部分ですねなので激励4枚分はストックをしてイベントを終えられればなっていうふうには思っていますただこの2部に関してはライトボウガンの場合は直近で使う予定っていうのが現状ないので一旦先ほどの表を使ってストックだけしておいて作る かどうかは必要になってからみたいな感じでやろうと思ってますので、まあ、こういった感じでゴールを決めていただけると無理なくイベントを遊ぶこともできるんじゃないかなと思いますで先ほど使った表に関してはツイッターで投稿しておきますのでイベント期間中これ見ながらやりたいという方はぜひツイッターから画像保存していただければと思いますであまりゴールとして設定する方は少ないかもしれないんですが一応武器も作りたいっていうか武器のゴール設定をしたいっていう場合はこれ前回ねご紹介させていただいた極んが作成されている表になるんですが え、これがディアブロス弓で素材が表示されているんですけども、これはリオレイヤー種にした場合も、レア度ごとの必要素材数っていうのは一緒になっていますので、例えば武器のグレード7まで上げたい場合は、激輪を5個集めていただければいいですし、ま、最終強化まで持っていきたい場合は無理だと思うんですけど、え、激輪40枚ですね、集めていただければ、グレード10の最終強化までリオレイヤー種の武器を持っていくことはできますので、他のレア度の素材もここに表記されています。なので、これを使っていただいて、もし武器のゴール設定を したいという方はゴール設定していただければと思いますでリオレイヤー種の防具であったり武器の期待値に関しては過去にこちらの動画で解説をさせていただいていますのでどの防具優先して作ろうかなとかどういうゴール設定にしようかなって悩んでいる方はぜひこちらも見ていただければと思いますご視聴ありがとうございましたこれからもモンハンナウの動画上げていきますのでよろしければチャンネル登録やコメントくださると嬉しいです残り2日間リオレイヤー種大量増加イベント頑張りましょうバイバイ